ボクシー G スポーツ、ご紹介してきましたけれども、私ねこれ、安くないけど結構売れるんじゃないかと思うんです。まあ、トヨタ自身、それを見込んでこういうスペシャルバージョンなんだけど、別社と同じラインで流して大量生産できる体制は整えてます。でなぜ売れるかと思ったかというと、やっぱりこの顔ですね。こういうエアロパーツを追加してなんとなく悪顔でしょ。この悪っぽい雰囲気のミニバンって、それが、スポーツ風味の一部だと思われてとても人気があります。しかもこういうふうにしてメーカー自身が純正で取り付けたもの、これは、後で車を手放す時にも高い値段がつくんですね。そういう意味もあって、この車成功するだろうと思うんだけども、そこで思い出すのは、はい、今日こちらに連れてきました、最大のライバルといいましょうか、日産セレナライダーですね。ライダーという特別な名前がついて、日産得意ですね。この悪そうな顔、悪そう具合ではトヨタに勝ってるかもしれない。これは、日産の系列会社のオーテックジャパンが、こういう別デザインを考えて、もちろん、フレーム周りにもいろいろ補強を入れた、まあ、これもチューンドカーですね。日産の G スポーツかもしれません。長いこと作り続けられてきて、そろそろモデル末期ということは、それなりに品質も安定している。それからたくさん売ってマーケット、お客さんからの反響を、次々とこう細かい改良を盛り込んでますから、その分でも完成度が高い、最も安心できる買い物だとみんなが思ってるんじゃないでしょうか。やっぱりミニバンは、見た目だけじゃなくて本当に使うものですから、そういう意味の、完成度、煮詰まり具合はとっても大切だと思うんです。例えばウィンドウのこのライン、ちょっと下がってますね。これが、実は使ってみるととっても便利なんです。座高の低いママが運転してもこのすぐ下が見える、子どもたちがすぐうっかり車のそばに来たとしても気がつきやすい。それからこの取っ手ですね、これもドアを閉めたり、ここを捕まってちょっとバックするために後ろ見たりするときにとっても便利で、これはよく大型トラックのドアにありますね。そういうちょっとしたことを抜け目なく取り入れてる、この気配り具合の凄さはさすがセレナの人気のもとだと思います。それからこのステップの高さ、まあ5年後に設計された、ボクシーノアの方がさらに低いけれども、とにかく、簡単に乗り降りできる。ここをどっこいしょって上がるような高さがあるとそれだけで辛いですね。これが低いと、例えばおじいちゃんおばあちゃんをお医者さんに連れていく、お寺参りに送っていくというような時にも、とても便利です。まあ、これこそ家族のためのミニバンの、大きなポイントだと思いますね。それからテールゲーターで蹴った時の床の高さ、これは、後輩のボクシーノアよりかえって低いですから、シートを畳んで重い荷物、例えば海外旅行のためのスーツケースとか引っ越し荷物とかを、積み下ろしするにもとても使いやすくできてます。ですから、この開口部の幅とか室内の広さとか、ダッシュボードの有料な作り、装備、どれか一つの項目だけが飛び抜けて一番ということはこの車にはないんだけども、それぞれが5年前よくここまでちゃんとやったなというぐらい、当時としては先進的だったわけですね。じゃあこの悪顔のライバル、日産セレナライダーにちょっと乗ってみましょう。はい、新しいトヨタボクシーノア G スポーツのテストをしながら、ライバルの代表として日本のこのクラスのミニバンで最も売れている、人気者日産セレナのライダーをちょっと今峠に持ち込んでみました。まあ、レーシングカーとかスポーツタイプの車の開発で豊富な経験を誇るオーテックジャパンが、セレナをベースにシャシー各部を強化した、まあ、非常に、これも運転大好きお父さんに歓迎される車なんですけれども、まず第一印象言いましょう。申し訳ないけどやっぱりちょっとだけ古さは感じます。まあ、一部の噂では、そろそろフルモデルチェンジの準備ができたのかなとも言われてますけど、まあ、それにしてはこの、全体のバランスのいい仕上がり感は大したもので、これはやはりユーザーに安心感を与えて高い人気を保ってるだけのことはあると思います。まあ、逆にいい言い方をすると、非常に悠然としたゆったりとした、堂々と地面を高い位置から見下ろして走っている実感は確かに非常に濃くありますね。乗り心地もなかなかこうチューンしたセレナにしては快適だと思います。やっぱり乗用車として快適でないとミニバン意味ありませんもんね。思い出すのはこのセレナが登場してからしばらく、あって、一部のマニアの注目を集めた、これも、レーシングカーで有名な名門ニスモが手掛けたセレナニスモ S チューンというのがあったんです。それはこういうカーブに曲がり込む時にスカッとノーズが入って、私なんかこう血湧き肉を踊ってしまったんですけれども、それと引き換えに乗り心地が、ちょっとポンポン弾むような硬い乗り心地だったのを覚えてます。その辺の経験を踏まえてのトータルチューニングという意味ではこれは非常に正解だと思います。はい、ここまで、ボクシー安藤ノア、G スポーツご覧になって皆さんどんな感想をお持ちでしょうか。確かにこの、G スポーツ、チューニングバージョン、運転して楽しいし、魅力たっぷりです。でもなぜ魅力たっぷりなのかももうちょっと考えてみたい。素性がいいんですね、ベース車の。普通のボクシーノアでも、実は、結構運転楽しめる、真剣に取り組めば取り組むほどいい味が出てくるのは確かです。それにしてもこれからのミニバン生活、ただ単に退屈な運転手役以上のものがお父さん期待できると思います。